ウクライナ海軍、ウクライナ海軍、ウクライナ海軍は、ウクライナの海軍であり、ウクライナ軍の軍種の一つである。ウクライナは、南部が国会に面しており、海軍は、主として、そこに展開している。司令部の所在地は、クリミア自治共和国のセバストーポリであるが、事実上は、オデッサに移転しているとされる。保有する艦艇は、混成艦隊を編成し、国や、 地中海を中心に活動している。ウクライナ海軍の歴史は、コンスタンティノーポリまで遠征を繰り返していた、キエフルーシの海軍にまで遡ることができる。公式には、これに加えて、ウクライナコサックの海軍もウクライナ海軍の系譜と解釈される。コサックの最初の海上進出の記録があるのが1492年で、これ以降、コサックのチャイカ艦隊は、 ドニプロ川や国会沿岸で海賊行為を行ったり敵型への遠征を行ったりしていた。特に著名な司令官はペトロコナシェービチ・サハイダーチュヌイで、その業績から彼はウクライナ海軍の海祖と呼ばれている。コサックは彼らとクリミア半国との間の利権をめぐる直接的な対立、また大国ポーランド・リトアニア共和国とオスマン。 帝国との間の戦争に艦隊を派遣し、さらにはロシアとスウェーデンとの間の戦争のためバルト海にまで人員を派遣したこともあった。1635年の戦争ではバルトコサック小艦隊はスウェーデンのフリゲート一隻を捕獲したという記録が残されている。コサックのヘチマン国家がロシア帝国の総主権下に収められ、さらにコサックの本営であるが破壊された後も、 チャイカ艦隊は活躍を続けた。国会コサック軍の国会コサック小艦隊は、スイージルビールイーやアンチンホロバーティといったキー種のオタマーンらに指揮されて、ドト戦争でのロシアの勝利に貢献した。1783年5月1日には、16、隻の大型船からなるコサック小艦隊がアフチャールワンへ入った。1784年2月10日、この地に、 艦隊主要港となるセバストーポリーが置かれた。ここに、ロシア帝国の国会艦隊が編成されたが、その半数以上の艦船は、コサックのドニプロ上艦隊の所属艦船が占めていた。1794年にハジベイが陥落して、ロシア帝国の領土に加えられると、翌1795年には、エカチェリーナ2世はこの町をオデッサと解消して、ここを根拠地とする。 オデッサ小艦隊を設置した。この小艦隊は12隻のチャイカからなっていた。しかし、これ以降コサックの艦隊は、艦船の近代化につれて、ロシア帝国の国会艦隊に一体化され、その独立性を消失した。それゆえコサックの海軍と現代のウクライナ海軍との間には艦的断絶があるが、それでもロシア帝国海軍時代の国会艦隊は、 多くのウクライナ人によって構成されていた。現代のウクライナ海軍の創設記念日とされるのが、クリミア半島にあった国会艦隊の艦船や要塞、港湾施設などのほとんどが、ウクライナ国旗を掲げた1918年4月29日で、ある。それ以前にも1917年のロシア革命以降、国会艦隊では散発的にいくつもの艦船が、 ウクライナ国旗を掲げるという状況が生じていた。この現象は国会艦隊にとどまらず、バルト艦隊、シベリア小艦隊、カスピ小艦隊、アムール小艦隊、ホッピョヨ小艦隊でいくつかの艦船がウクライナ国旗を掲揚していた。そのうち一部の艦船については第一次世界大戦終結後の国会への開港がロシア臨時政府より約束されていた。 しかしながら、それらの運動はまだ体系的に、ウクライナ国家に属するものはなかった。10月革命後に、ウクライナ人民共和国が成立すると、国会艦隊では、機関、防疗をはじめとするウクライナ国旗を掲げた、ウクライナ化された艦船と取り、スブやジエラをはじめとする、石化された艦船との間で対立が深まった。1917年12月に赤軍がウクライナに、 進行して、クリミア半島とそこにあった艦隊を掌握すると、ウクライナ人組織は強制的に解散させられ、すべての艦船と要塞、港湾施設が赤旗を形容した。したがって、九百十八年一月十四日に、ウクライナ中央ラーダが全国海艦隊が、ウクライナ人民共和国にするとする、ウクライナ人民共和国海軍に関する臨時法を採択したとき、 実際には、同国は艦隊を完全に奪われた状態であった。ブレストリトフスク条約を契機に、ウクライナがクリミアを奪還し、1918年4月29日には、艦隊司令官の名の下、全国海艦隊に、ウクライナ国旗が掲揚された。この時、一部の艦船は、赤軍基地のあったノボロシースクへ退去した。しかしながら、 そのゴブレストリトフスク条約の不帯事項に基づいて、ドイツ帝国軍がクリミアを占領すると、5月には全国海艦隊はドイツの管理下に置かれることとなった。ウクライナ国旗は下ろされ、代わりにドイツの国旗が掲揚された。6月から段階的に艦船がウクライナへ返還されたが、ドイツの撤退まで全ての艦船がウクライナへ戻ることはなか 主力艦防炉など一部の艦船は、ドイツの旗の下、イスタンブールなどまで遠征した。ドイツによるウクライナ国の承認に伴い、6月2日から、セバストーポリにおいて2隻の旧艦隊総甲艦が、ウクライナへ返還され、そのうち、ゲオルギー・ポベドの旺説に、ウクライナ国海軍の司令部が設置された。9月1日には、艦隊水雷艇1隻がセバストーポリにて、 ウクライナ国海軍へ引き渡された。9月17日には新型を含む17隻の潜水艦がウクライナ国海軍に引き渡され、セバストーポリにて潜水艦船隊を編成した。11月まで実質的にウクライナ国海軍の主力となったのがオデッサに根拠地を置いたドナウ小艦隊で6月6日に編成された総海船隊は2隻の公洋砲艦と24隻の 総会艦艇を用した。また、公用砲艦一隻が召艦隊司令部艦として、オデッサにて使用されていた。その他、首都イーク9層艦艇四隻とレベンスキー、工場製の総艦艇が十隻程度使用されていた。ウクライナ国海軍に所属した艦船の活動は、不活発なものに抑えられたが、九百十八年七月六日には、ドナウ召艦隊が、ドナウ川川口において、 総会作戦を実施し、これが近代史上初のウクライナ艦船による実践任務となった。6月17日にはまた、ノボロシースクに逃れていた艦船のうち、防御をはじめとする旧隻の艦船がクリミアへ帰還し、それら艦船によって、ウクライナ国と第一クリミア地方政府の同艦隊で、ある同米クリミアウクライナ海軍が編成された。その艦船には、 ウクライナの旗とドイツの旗が並んで意をされた。これらに加えて、各地の工場にあった42隻の艦船が5月に、ウクライナ国へ引き渡された。その中には、ドキュ球戦列艦、デモクラーチアと修理中のインペラトルイーツや、マリーアソレネ4隻のアドミラールナヒーモウ、9巡洋艦が含まれていた。この他に、11月には、 ドニプロ召艦隊とピンシク召艦隊という二つの河川召艦隊が編成された。これらの召艦隊は総工艇や大型自走橋家を保有していた。1918年11月11日にはドイツが降伏し、ウクライナから撤退することになった。これに際して国会艦隊艦船のすべてはウクライナ国へ譲渡された。しかし、十一月十四日には、 イギリス・フランスをはじめとする連合国軍が進駐し、艦隊を接種した。1919年には、艦隊は一部は白軍に、一部は赤軍の手に渡った。1918年12月に、ウクライナ国が倒れ、再興されたウクライナ人民共和国も戦争に、敗れて亡命し、ウクライナは、共産主義系のウクライナ社会主義ソビエト共和国の、 領土に収まることになった。そうした中、黒海艦隊は1920年5月には、老農赤色海軍に属する黒海、アゾフ海海軍となり、同年12月10日にはウクライナ社会主義、ソビエト共和国と、クリミア自治ソビエト共和国の軍隊でる、ウクライナクリミア軍のもとに収められた。しかし、ソ連が結成された関係で1922年6月3日付で、 ウクライナ・クリミア軍は解体され、国会、アゾフ海海軍はソ連の労働赤色海軍の一斉艦隊となった。こうしてウクライナは独自の海軍を創出したが、1960年代頃までソ連海軍の国会艦隊では大多数の構成員がウクライナ人であった。一方、ウクライナ国外で存続した亡命ウクライナ人民、共和国政府はその後も、 ずっと艦隊の保有を主張し、海軍組織を保ち続けたが、それは様式的なものに過ぎなかった。亡命以降、ウクライナ人民共和国政府が実際に艦船を保有することは一度もなかった。ソ連崩壊とウクライナの独立に伴い、1991年12月12日に、ソ連時代の組織をもとに、今日のウクライナ海軍が設立された。 クリミア半島の貴族問題と並び、国会艦隊の艦艇についてもロシア連邦との間で配分問題が生じたが、1997年5月に艦艇を双方に二分することで配分問題は合意した。主要な基地は、セバストーポリのほか、オデッサ、フェオドーシアなどにある。なお、海天翼機を中心としたウクライナ、海軍航空隊も編成されている。 ウクライナ海軍は、設立当初こそ航空巡洋艦やミサイル巡洋艦、多くの新型艦艇の保有などに熱意を示したものの、結局すぐに所有艦艇の前言を開始した。1990年代から2000年代前半中に、フリゲートの大半と半数程度のコルベット、実質すべての小型揚陸艦が退役し、その他多くの艦艇も退役ないし保管状態に置かれた。 その反面、新しいコルベット・テルノーピリの竣工など2000年代に入ってから艦隊の増強も行われ始めた。また、北、大西洋条約機構、NATO あるいはロシアとの合同演習への参加も前行っており、これまでコルベットのルーチク、テルノーピリ、フリゲートのヘイチマン・サハイダーチュヌイほか、多くの艦艇が参加している。しかし、ウクライナの経済状態は、 国民の基本的な生活にも厳しいものであり、海軍の運営はままならなかった。それでも2007年度までは多くの官邸が活発に稼働していたが、その年の11月に国会上で発生した大嵐によって多くの官邸が不当にぶつかったり互いに衝突したりして損傷を負い、2008年中頃まで多くの官邸が活動できない状況に陥った。 特に激突した指揮官のスラブーティチとコルベットのビーンヌイツヤは船体をひどく損傷し修理に長期を要した。ビーンヌイツヤの修理は翌2008年まで長引いたがそれは激しく損傷した選手の復旧に加え衝突時の衝撃で生じていたエンジン関係に不具合や船体各所の亀裂修理が必要となったためであった。このか、 大型揚陸艦のコスチャンティーン・オリシャーンシクイ、コルベットのリュチク、テルノーピーリ、渓流中の指揮艦、ドンバスをはじめ、艦隊の主要な艦艇のほとんどが損傷を受けた。ウクライナ海軍にとって、設立以来の懸案である、潜水艦と巡洋艦の整備については、幾度も、収益と工事中止の決定の間を多差をしてきた。幾度か、修理工事の中止と売却が、 決定されている潜水艦ザポリージャについては2008年1月20日にオレーフオルロウ潜水艦大佐によって2008年中の収益を予定していると発表されたが選挙が別の潜水艦に使用されていたため工事ができず2009年初頭から選挙入りしたまた将来的にはロシア製の677型潜水艦やドイツ製の 212A 型潜水艦 内視214型潜水艦など購入も検討されていると言われるが財政面からその実現は当面不可能とみられている。ミサイル巡洋艦ウクライナについても2007年1月の発表では海外への売却が決定されたはずあったが2008年5月21日の発表では2ヶ月以内にビクトル・ユシチェンコ大統領によって今後の処遇についての 決定がされるとされた。その後、建造企業への補助として、同艦の完成が宣言されたが、2009年10月現在、まだ収益していない。この艦については、一席で、ウクライナ海軍の予算を全て食ってしまったという艦も、ある。この他、ウクライナ海軍はいくつか、ソ連時代より建造中の艦艇を保有するが、これらの収益の目とも立っていない。また、 ウクライナ海軍は対戦ミサイルや近代的な対艦ミサイルなどを保有しておらず、単独での戦闘能力は限定的である。保有する航空機についても、その分野対戦魚雷など対戦装備が不足しており、対戦任務においては十分な能力が発揮できない状態にある。2005年8月4日の国防大臣、アナトーリーフルイゼン後の発表によれば、 ウクライナ海軍は今後新型のコルベット内しフリゲートを建造することになっており、2010年の収益が見込まれているという。しかし、2008年の時点で2010年の収益はまず、無理であることは確かであり、早くとも2012年以降となる見込みである。また、古い前後このことによれば、建造される艦は、ロシア海軍のコルベットステレグーシチーより、やや大きく、 やや優れ、航続距離、自立行動日数、対空防御力において、それをしのぐような万能感であるという。具体的には、ハイドゥーク21型コルベットなどいくつかの類似のステルス艦艇の設計が発表されているが、最も計画の進捗していた、ハイドゥーク21型はマレーシアなどへの輸出をーアに、開発したにもかかわらず受注に失敗しており、 他の艦艇もペーパープランの意見を出ないことから、資金のみならず、技術的にも課題は山積している状態である。なお、他に設計されている、同規模の艦艇としては、ポーランド向けに設計されたミラージュ型、コルベット、トルコ向けに設計された、ミストラージ 1500T 型コルベット、1124、設計対戦コルベットの後継となるパーハル型、コルベット、 1241設計ミサイルコールベットの後継となる小型の無双型ルベット、大型で11351設計フリゲートの後継となるトルナード型フリゲートがある。いずれも建造の目途は立っていない。一方、2008年になってアメリカ合衆国から中古の艦艇の供給が提案されており、2009年になってオリバー・ハザード・ペリー級、 ミサイルフリゲート3隻の提供が両国の間で調印され。しかし、アメリカ側はフリゲートの引き渡しの条件として対価の支払いを要求しているため、実際に引き渡しが実現するか先行きは不透明である。2008年秋以降、経済状態が非常に悪化したため、国産にせよ外国製にせよ。 ウクライナ海軍が新しい艦船を調達できる見込みは厳しくなっている。2009年3月18日には、ティモシェンコ内閣は内閣指令第307号、巡洋艦ウクライナの購入と収益の費用に関してを発令、ミサイル巡洋艦ウクライナを2009年中に収益させることを決定た。その後、2010年の政権交代によって、 この計画は頓挫し、ロシアへの売却が検討されている。あまり実用的ではないミサイル巡洋艦を諦めた。代わりに、2011年上半期は、ウクライナ海軍にとっては前進の年となった。まず、長年の懸案であった、潜水艦ザポリージャが収益し、その他、ザポリージャほどではないが長期艦修理中であった、ドンバスや、フメリニツキーなどいくつかの艦船も、 高校状態に復帰している。その他、いくつかの感染が修理が進められたり、定期的な検査、オーバーホールを受けるなどしており、戦力の維持が試みられている。この年、ザポリージャの収益と並ぶ重要なイベントとなったのが、5月17日に、模様されたの一番館ボロディームイル・ベルイークイの起工式である。これはウクライナが独立して、以来、 初めて新規に設計され実際に機構までこぎつけた艦である。ボロディム・イルベル・イークイーは2016年の収益を目指している。歴史的に見れば、ウクライナ海軍はウクライナソビエト戦争に参加したことになっているが、1992年以降についてはウクライナ海軍は実戦に参加していない。最も軍事的な出動は2008年8月の 南オセチア紛争に絡んだもので、セバストポリに寄港したロシア艦隊を戦闘準備をしたウクライナ海軍のミサイル艇が出迎えている。2014年のウクライナ騒乱から続くクリミア危機では、司令部のあったセバストポリが陸上からロシア軍に占領された上に、事実上、クリミア半島全体がロシアに編入されている。 セバストポリの海軍艦艇も港を閉塞された上で制圧されており占領時点では地中海にいたヘイチマンサハイダーチュヌイオーを除く全主要艦艇がロシア軍に接収されるなど海軍兵力が事実上消滅する事態に陥ったなお接収されたザポリージャーはロシア海軍国海艦隊に編入された2005年末の時点で総員2万人うち 軍人1万5千人。戦闘艦艇15隻、対戦ヘリ4機、対戦哨戒機4機、戦車39両、装甲戦闘車171両、火砲100ミリメートル以上、66門を保有。2016年8月現在。一部、JM、S ファイティングシップス2011から2012及び、及びより参照。 過去に収益した艦艇については、ウクライナ海軍艦艇一覧を参照。2011年6月現在、JM S Fighting Ships 2011から2012より、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。